母なる大地ルーナジア、そのすべてを手中に収めたルーンの騎士よ、これがお前たちがルーンの神と崇めた者の真の姿よ。お前たちは今こそ立ち止まり、真実に向き合うがいい。これがルーンの神。おお、恐ろしいが、エルザ様、神がお怒りですぞ。オーロラ、エンドレアを鎮まらせなさい。確かにルーンの神は人間たちにマナのシャワーを浴びせ、そして多くの力を与えた。だがその一方で、人間たちはマナのエネルギーを浴びる限り戦い続けなくてはならないのだ。戦い続け、そして一体人間たちはいくつ愛する大切な人を失ってきたというのだ。ルーンの騎士よ、そなたはもうそのことに気づかなくてはならない。オーロラ、なぜあなたはそんなにもルーンの神を断罪できるというの。このオーロラの半身にはルーンの神の血が流れているのさ。なんですって。その血が私にこうささやくんだよ。愚かな人間どもの目を決して覚ますなとな。そんな見るがいい、この荒れ狂うルーンの神を。ルーナジアの女王よ、今こそ人間たちはこの強大な力の真実を見極める時が来たのだ。このオーロラと共に神と戦え、さもなくば神と共にこのオーロラと戦うのだ。この時すでにルーナジアの王となる者の運命は決まっていたのじゃ。オーロラ、それではルーンの神、マナの力、それらはもうこのルーナジアに不要だというの。ルーナジアを支配し、女王よ、そなたにはもうその答えが分かっているはずだ。マナの力を手にし、人間たちは何をした？戦ではないか。マナの力がある限り、この大陸には血が流れ続けることになる。違うか。そんな。もしそうだとしたら。そんなことが許されていいはずがない。違うか、エルザ大統領。なさるおつもりで。分かったわ、オーロラ。あなたの言う通りだわ、神よ。今こそ我ら人間はマナストーンをお返しします。マナストーンを外した我らのブリガンラインはもはや神のお力の前に、あるいは無力かもしれない。でも、それでも我らは、
間たちは、神よ、あなたと決別しなくてはならないんだわ。エルサお姉ちゃん、それが今は亡き父アーデン・ウザーラが私に教えてくれたガイムールの誇り。覚悟はいいようだな、ルーナジアの女王よ。オーロラ、一緒に戦ってくれるわね。このガイムールの誇り、いえ、ルーナジアに暮らす人間たち全ての誇りを取り戻すために。ふん、足手まといにならないでよ。グズグズしてるとエンドレアンに弾き飛ばされるよ。行くわよ、ルーンの神。知れ、お前が生んだ悲しみをその身に刻むがいい。どういうこと？いまいましい。あの子の怒りをぶつけるには、あの孤尺な偶像を蹴散らす必要がありそうだ。どうやら騎士たちの力を借りる時のようだね。このオーロラの力をお前たちにも分け与える。さあ、ルーナジアの王よ、我らの誇りにかけ。油断せずに行きましょう。みんな、私についてきて。みんな、私に続け。負傷者の治療も見落とさないようにしないと、この攻撃一味違うわよ。
死なせはしないわ。覚悟して。せずに行きましょう。ついてきて。覚悟して。私に続け。行くわよ。この怒りエンドレアン。
神といえどこれほどの力にさ。勝者の治療も見落とさないようにし、この攻撃一味違うわよ。このルーナジアに昔このガイムールの大地に誇り高き騎士たちがいた。ムールエンジェの三姉妹、モハナ・キャラダイン、そしてザイ将軍。あの方たちはマナの力を得て、誇りを持って、それぞれの国々を導かれた。でも、もしかしたら彼らはいつもルーンの神によって戦いへと追いやられていたのかもしれない。もしかしたら彼らはある時、自分を突き動かす神に耐えられないと心の底で嘆いたかもしれない。でもやはりそれはその時、私たち人間にとって必要な試練だったのだ。今私たちはそうした神からの縛りを解かれ、ようやく歩き出す。一歩一歩、与えられたのではなく、自分たちで選んだ誇り高き道を。そうよね、お父様。安らかに眠りたまえ、我らの誇り高きルーンの騎士たち。ルーンの神は太古の昔から聖なる大地ルーナジアに惜しみなくマナのシャワーを降り注いできた。人間という生き物がマナの力で知力を磨き、
繁栄に努めることを願ってな。人間たちの中でも特にマナの力を浴びた者はやがてグループを率いるようになり、種族を形成し国を作るようになったわけじゃ。だがのう、マナの人間に与える力は果てることがない。人間たちはやがてマナの力に突き動かされるように、好むと好まざるとにかかわらず、さらなる高みを目指すことになった。それは他の民族、他の国家を侵略し征服するという野望に突き進むことでもあったのじゃ。果たしてそれがルーンの神の意図したものであったか、それとも神の意志とは離れて人間が神の力に乗じて暴走した結果であったか、その真実を語れる者はいない。だが今、大陸統一を果たした王がその歩みを振り返ってみれば、それはまごうことなく人間が人間の力で選び取った道であり、そしてルーナジアの未来へと続く道だったのじゃ。